Michael Jackson. If you think Jackie Chan is the fastest guy from the East, wait until you see my steps! Some comedies and it's a black guy. Yeah. I'm sure. Japan, let's welcome Tetsudo Abe. Where you go? Yeah. Pass it, Jackie Chan. I will kick your ass hard next time once again. 皆さんこんにちは。名前は阿部達郎と言います。はい。1994年にアメリカに渡って、95年からカリフォルニア州立大学ロングビーチ校に行ってダンス学部。で当時やっぱり日本人のダンサーとかテレビタレントっていうのがいない時代だったので、まあ、それに向けて活動して、最終的にまあテレビのタレントや番組に出てモノマネしやったりダンサーやったりっていうような活動をしてました。そやね、パワーの塊って感じかな。とりあえずもうパッションっていうよりは人間的なパワーっていう感じ。もうとりあえずやりたいことがグツグツとあって、それを発散させたくてしょうがないっていう感じの感じでした。ね、達夫さんの第一印象はハイパーな人でしたね。やっぱりあって、僕は達夫さんと初めて一緒になったのはスイートメイトって言って、ルームメイトよりももう少し大きな隔離で、せいさんがルームメイトで、そのせいさんのルームメイトに達夫さんがいて、それで会って話したから会ったのが初めてなんですけど、この人日本人っていうぐらいのなんかハイパーっていう表現が俺の中では、僕の中では一番合ってるかなっていうのがありましたね。とりあえず「ハワイユー」と言われてグレート以外のことをしたらあかんってずっと言ってた。アメリカに行こうと思った理由は、もともとアメリカが好きだったというのはあります。映画とかドラマとか好きだったので、ああいった世界にやっぱ乗り込んで、自分もその一部になりたいな、エンターテイナー、ダンサー、そういったものを見て、そういう世界の中に自分を置きたいなというのは強くありました。もともとコンピューターやりたくて、コンピューター系ならアメリカが最前線やった、まあ、そういう意味ではダンスでも一緒かな。とりあえずアメリカが一番上やから、世界の中で、じゃあ俺もその中で頑張ろうかと、そこで学べるもん学んだのかっていう感じだったね。で僕はアメリカには映画の勉強を目指して来てたので、まあ同じ業界としては同じ、まあ、ちょっと彼の場合は映画に出る方、まあ、制作に出る方っていう立場で、僕は作る方っていう立場だったんですけど、その出る方っていうことでやってることが何もかも全力でこれをするためにはチラシ作ってみんなに配るんだ、俺は毎日英語の勉強をするんだ、ダンスの勉強をするんだっていうのを見て、ああ本物になるっていうのはこれくらいやらなきゃいけないんだなっていう、そういうすごいいい刺激になったのは間違いないかなって思いますね。特に初めて会った人が彼だったもんですから、だからやっぱりその真剣に何かやるっていう、こうなんとなくとかこういうことがやりたいからやってますじゃなくって、これをやるためにはこれをプロセスとしてこれをやらなきゃいけない、でこれをやるためにはまずこれをやらなきゃいけないっていう、そういう前向きな考え方で、こうポジティブに自分でプロセスを作っていくっていう考え方がすごい影響を受けたかなっていうのはありますね。その時のアメリカのイメージは日本よりずっとエンターテインメントが進んでいる、やっぱりダンスのレベルも高い、そういった憧れの場所だったですね。1994年に結果的にアメリカに戻ることになって、その時は、日本の大学にも所属していて、4ヶ月間の英語のプログラムということで、4ヶ月後に戻ることになってたんですけど、そこで行ってやっぱりこう、広い世界だなとか、いろんな人がいるんだなとか。いろんな可能性がありそうな国だなというのを感じ取りました。大きく日本と違うところは心の大きさですかね。まずこうダンスとか何か自分をアピールしたいということに対してアメリカは結構受け入れてくれる器が広そうな感じがしたっていうところですかね。あと一回批判を受けても結局パフォーマンスでいいパフォーマンスをすればみんな立ち上がって拍手してくれると、そういうとこが好きでした。エンターテイナーとして活動したきっかけは、自分自身がダンスが得意だったので、それを使って有名になれないかなっていうのはあって、そこから、正直エンターテインメントの世界どうやったらいいのか全く分からなかったんですけど、とりあえず飛び込んでそこから学んでいくしかないかなっていう感じで行きました。いや正直なかったですね。初め決まったビジョンというよりかは少しずつ次のステップに行かなければいけないっていうことと、どういった世界なのか、どういったような反応をするのかっていうのはやっぱ行ってみないと分からないところになりました。どうやってプロセスを積んでいったってことですよね、夢に対してですね。当時僕のお手本になるような人が逆にいなかったので、本当はお手本になる人がいたらそれはそれでコピーできたと思うんですけど、いなかったので、まずは僕としては人に認められることっていうのが第一だと思ったので、多くの人に見てもらう、そして批判や受けながらも前に進んでいくっていうのが大切ですかなと思いました。自分に持っているものは英語で言うマス・オブ・パッションっていうんですけど、いわゆる劇場ですね。やっぱりもう抑えきれない気持ちだったり、なんとかして頑張りたいとか勝ちたいだとか、そういった負けん気が強かったと思います。技術的なものとしては、基本的にはブレイクダンスはたくさん練習したと思ったので、それについては負けないつもりでいましたけれども、あとはやっぱりステージに上がった時にやっぱ自信持ってパフォーマンスできるっていうのは自分の強みかなと思いましたけど。そもそもダンスをやったきっかけはマイケル・ジャクソンが好きだったっていうことだと思いますよね。やっぱり小学生の時から彼が憧れで、彼のビデオを見るのが好き で彼のステージから見る景色に憧れて、自分なりのバージョンのその景色を作ってみたいなっていうのが子どもの頃からありまして、練習してましたね。そうですね、もう基本的にもうビデオをたくさん見たっていうことですね。たくさんを見て、もうムーンウォークも数えきれないほど練習しましたし、それを近づけるように近づけるようにという感じで練習していましたね。実際に熱を入れてダンスをやり始めたのは正直高1ぐらいです。それまでは普通にちょこちょこ見るとかいうのが好きだったんですけど、高1ぐらいからちょっと練習してみよう、ダンスを1曲動いてみようってやりだしたのが高1だったんです。基本的に高校生の時はまだシャイな時期だったので人前でっていうのはなかなか難しかったんですけど、まあ、高校1年と高校2年の間はもう本当に家でちょっと趣味として練習しているっていうことが多かったですね。ただまあ高3の時に文化祭でダンス甲子園っていうのがあったので、まあ、その出場はしてみようかなと思いました。今日は今日のダンスは素晴らしいダンスを見てます。今までこのダンスは500回以上練習しました。500回すごいですね。ブレイクダンスと出会ったのは小学校4年生の時、はい、それ以来ダンス大会は全て優勝してます。必ず素晴らしいダンスを作って素晴らしいビデオになることを祈ってます。はい、頑張ってください。頑張って。ダンス甲子園では優勝しました。でまあその時ね、まあ、初めて人の前で踊ったんですけど、そのダンス甲子園での反応が良くて、でああこれいけんじゃないかなっていうのがありましたね。ロングビーチに来てまず始めたことは、キャンパスの中に本屋さんがあって、本屋さんの前でたくさんの人が通ってるので、その前でとりあえずステレオを置いてランチタイムに踊ってみようかなと、そこから始めましたね。まあ、とりあえず何やってんだろうっていうような評価多かったんですけど、でもいろんな人に見られて一応名前は売れたんじゃないかなと思いますけどね。まずはそのカリフォルニアに来て思ったのは、まあ、そこの場所で一番有名にならなければいけない、まあ、そこから始めなければいけない、やっぱり大学で一番のダンサーになるっていうことが一つの大きな目標だったので、そこからそれが慣れたら次の世界に、エンターテインメントの世界にも行けるんじゃないかなというような気持ちをしていました。来た当時のロングビーチに来た当時の苦労ですよね、まだ当時はちょっと英語も苦手だったので、英語の勉強もすごくやんなければいけないなっていうことと、声かけられた時にやっぱ十分にコミュニケーションが取れないので、やっぱりダンスだけで見せなければいけないっていうところですかね。あとちょっと大学でどういうコネも何もないのでまあ、何をしたらいいのかなというのがありました。そうですね、何をするかに非常に迷ったんですけれども、まずは人に知ってもらうこと、そしてそこから人との関係を広めていくことかなと思いました。基本的に部屋にはおらんかったね。ずーっと外で踊ってるなり、チラシ配ってるなり、誰かと会ってるなりいつい部屋におったんかな。本当にいつクラス行ってんやろって感じやった。英語の問題に関してはもう毎日苦労してたので、本当に毎日が酷でしたね。とにかく家で、よくブロックバスターっていうビデオ屋に行って映画とかを借りてきて、いつも映画を週に5本ぐらい見て一生懸命動いてましたね。少なくともね、あの人の勉強って大体こうビデオ見たり本読んで英語勉強したり、そんな感じやから、まあ、部屋におらんでもできる、誰かと一緒にやってる方がはかどるみたいな感じだと思うねんな。来た当初だったんでまだ英語も全然わかんない状態の中で、まあ当時の自分からするともう英語ペラペラですごい喋ってて、でさらに日本人なのに日本人とつるまずで日本語も喋らずっていうので、あここまで徹底してる人がいるのはすごいなって。でその達夫さんに影響を受けて自分もじゃあ英語で喋ろう、とりあえず慣れるまでは英語で喋ろうって言って、そのせいさんと日本語でじゃなくて英語で喋るっていうのを一緒に付き合ってもらってやってたのが覚えてますね。学校以外で1日の英語の勉強はまあ宿題以外も外しても多分2時間ぐらいはやってたと思います。あの時確か俺も巻き込まれた気がする、俺もね最初の1年ぐらいは少なくとも日本語の CD を聴いたり日本語の本読んだりはもう一切せんでおこうって決めてたから、でさらにそれに輪をかけた感じで俺も頑張ってたはずやったけども、さらにそれに輪をかけた形でもう徹底して英語しか使わんっていう人やったから、ああ上には上がおるなっていう感じやったね。英語の勉強の仕方で達夫さんのその日本語を喋らないっていうそのスタンスで影響を受けたのと同時に、単語帳のカードみたいなのを達夫さん作ってて、そこに単語を書いて裏に意味を書いて、で呼び方とかイディオムとか絵もつけてっていうのを何百枚も作ってて。それがすごい、あんなに僕来たばっかりの自分からするとあんなに英語喋れるのに、でそれでもまだやってるんだって、それももうすでに覚えたと思う単語も含めて必ずこの400枚ぐらいのやつを毎日1日1回は全部目を通してやってるっていうあたりの英語の勉強に対する徹底っぷりっていうのもすごいなっていう。達郎さんまあ寝言も英語やってるな。聖さんと3人で日本人3人で会ってる時でもなぜか英語っていう、そういうとにかく最初の英語っていうのの入り口にはなったかな。そうやね、もう英語の勉強してる時間なんかなかったよ。最初に受けた授業が生物学で、もう1ページ勉強するのに2時間ぐらいかかったから、ね、毎日10ページ予習してこいって言われた日にはもうそれやってるだけで、まあ、英語の勉強になったし、英語の勉強なんてしてる暇はなかった。ダンスに関しては、まあ1日、まあ最低1時間ぐらいですかね。1時間ぐらいは練習してたという感じですね。ロングビーチ大学のプロセスとしては、まずは寮の中で行われたタレントショーでやっぱり勝つことっていうのが大切だったので、1年に1回行われたタレントショーのために一生懸命練習をして。で結果的にそれで勝つことができて、で、まあ、そこの撮ったビデオを体育学部とかに売り込みに行って、で最終的にバスケットボールのハーフタイムショーをしたいというような要望を行って、でそれが最終的に受け入れられた感じになりました。そうですね、ハーフタイムショーまでのエピソード、まずタレントショーを勝ってから、その後なんとかバスケの、タイムアウトに出させてくれるっていうことだったんですけど、散々活動してみんなにも宣伝したんですけど、踊った時間が60秒しかないという、60秒しかもらえなかったっていうところでしたね。でそれから次のハーフタイムショーになるまでにまた1年かかって、でちゃんとしたハーフタイムショーで踊れるまでに、やはりみんなからのサポートが必要だったので、それまでにフラタニティとかソロリティといった社交グループのパーティーに何度も参加して踊って、来てください来てくださいっていうような活動を1年間ぐらいやったと思いますね。まずロングビーチ大学でハーフタイムショーを生徒がやるっていうことが今まで歴史上なかったらしくて、やはりまあそういったところではこうレイカーズのダンサーが踊るとか、アドバイザーの人が来るとか、そういったプロを雇うということが多かったので、やっぱりそういう企画にやっぱり前向きになかなかなってくれなかったのかなっていうのはあったんですけど、でも僕はこれは結構パッションでなんとかなると思ってたので、踊り続けて、あとペティションっていって、あと嘆願書ですね、嘆願書をみんなに配って、で僕が踊ったらハーフタイムショーに来てくれるみたいな。そういうのをこうやったらこう 2000秒以上ですね、集まったので、なかなかインパクト強かったんじゃないかなと思いますね。ハーフタイムショーまでの流れとしては、そうですね、とにかく大学の中でバスケットボールのハーフタイムショーというのが一番花形だと思っていたので、あそこで一人で踊りたいというのが一つの夢だったし、まあ、それを実現させるためにはみんなのサポートが必要だったので、いろんな部活サークルのパーティーに呼ばれては踊って、みんなに来てくださいってこうテージを渡して、そして最終的にハーフタイムショーにたくさんの学生が来てくれたって感じでしたね。いやー、もうハーフタイムショーをやった時には本当に嬉しかったですし、タイムアウトとちょっと違ったところが、ハーフタイムショーで僕が踊る前から歓声がすごかったので、踊る前からこんだけ注目してくれるっていうのはすごく嬉しかったです。このチャンス1秒でも無駄にできないので、完璧なパフォーマンスでもうエネルギーいっぱいでやろうっていう、もうそれに集中してましたね。結構踊りに頭が集中してたので、そんな怖さとかもなかったですし、ただ終わった時の歓声が大きかったので、とてもあの時は嬉しい気持ちになりました。やってる時はもう結構ダンスに集中して、もう集中してやってるっていう感じ。あそこで一人のワンマンショー、ハーフタイムショーをやるっていうのが夢でしたし、それを実現することができたので、また学生も何千人も来たので、僕の集大成のパフォーマンスになったんじゃないかなと思います。ハーフタイムショーの前のそのアイスホッケーのハーフタイムショーに出演した時は、もちろん氷の上で誰が踊るのみたいな話の中で、マットを敷いてやったんですけど、あれはやっぱり僕の友達がホッケーの選手をやっていて、で達郎にチャンスをあげるよ、一曲踊ってっていう機会があったので、その時には多分観衆200人とかその程度だったと思うんですけど、そこでも踊れたのがまた次につながったかなと思います。結局そこにまずフォーカスがあって、今後どうしようかなって考えた時に、大学にいていいのかなっていうのが芽生えて、大学で一番のダンサーになったけれども、その後次のステップに行くか、そこでちょっと自分の中で迷いがありました。その近くの高校とか大学 UCI というところでもハーフタイムショーを行ったんですけど、そういった他の大学でもパフォーマンスしたっていう実績を作った上で、ハリウッドに乗り込んだっていう感じでした。そうですね、一応ロングビーチを離れて、大学を離れて、シアターオーバーズという俳優学校ですけど、そちらの方に所属することにして、でそこで、演技も学びながら、ハリウッド地区にあるので、ハリウッドでチャンスがあればオーディションをどんどん受けていきたいっていうようなスタイルに、生活スタイルを変えてきました。当然というか、もちろん次のステップに行かなあかん時やし、ちゃんと歩いてるんやなっていう感じだったね。ロングビーチに行った時でもすでにハイパーな感じだったのが、そのハイパーになんか鎖を解き放たれたみたいな感じで、自分がやりたいことと今自分がやれる環境がマッチしてる、なんか日本語で言うと水を得た魚みたいになってて、本当に会うたんびにチラシ配ってたりとか、話すエピソードもなんかチラシ配りのエピソードばっかりだったっていうのは覚えてるかなっていう。シアター・オブ・アーツというのは、日本人とか、外国人がアメリカに来て俳優を目指すための俳優学校、演劇学校になっていて、そのための基礎を学ぶところだと思うんですよね。でその中で学びながら、小さな劇場もあるので自分たちで劇をやったりして、で、次のステップを目指す、オーディションなどを目指して活動するっていう学校ですね。シアター・オブ・アーツに行った時には劇をやっていて、ジャッキー・チェンがオースティン・パワーズに会うっていう、劇をやっていて、ジャッキー・チェン役をちょっとやってて、でその時のそのフライヤー、いわゆるチラシっていうのを作って、それをいろんな人に配るっていうのはやってましたね。ですからもうしょっちゅう金骨コピーとか行って2000枚ぐらいチラシを作って、それを配るっていうのはやってたですし、あともちろんお友達のトシ君がホームページを作ってくれたりしたので、そういったのでこうみんながインターネットでも見れるようにはしてましたね。達夫さんではあとホームページ作ってあげたりとか、あとはチラシのデザインとかそういうのもやってあげたりして、あと達夫さん、僕自身のことも考えてたんですが、同時に達夫さん頑張ってる達夫さんを少しでもこうバックアップしてやれないかなっていうことで、当時ホームページとか友達のせいさんと一緒に作ったりこういうのしたりしてやったら目立つんじゃないとかいろいろやって作ってたのは覚えてますね。何度もしつこくパフォーマンスとかいろいろやっていたら認めてくれる人が増えるんじゃないかっていうのがあったので、ですからもう負けずとチラシをどんどん配り、どんどん自分のみんなの生活の中に自分を入れ込めるように意識してましたね。当時はひたすらチラシ巻いてるっていう話を延々聞かされとった気がする。もうずーっとチラシを何千枚も印刷して、それを一個一個こうフリーペーパーの中に挟んで、でまたそれをポッと元町に戻して、でみんなに読んでもらってると。でシアター・オブ・アーツで一個出し物があるたびにそれをずっと繰り返して、もうなるべく一人でも多くの人に見てもらおうと。やり方が分からん世界の中で自分でやり方を見つけて、どんな小さなことでもとにかく努力を続けていくと。本当に前例のない世界の中で本当に自分の足で歩いていける人やなっていうふうに思っとったね。当時はチラシとかを日系の雑誌の中に挟んで「ブリッジ USA」だったかな、そういう雑誌とかに挟んで置いといたりして、それをフリーペーパーなので、そういったところにたくさん置いて日系の人に知ってもらおうかなと。っていうのもありましたね。あと無料雑誌とか LA ウィークリーとかもう無料で取れるんですけど、その中にチラシを入れちゃったりとかそういうことも結構やってたと思います。パフォーマンスに関してはとにかく当時はやっぱり DVD というかビデオが主流だったので、ビデオテープをロサンゼルス地区中の、高校と大学を一回全部調べ上げて、そこにビデオを送ったりしてあれいくつ送ったんだろうっていうぐらい体育学部とかに送って、もう UCLA とかも含めて送って、ハーフタイムショーやりたいですとか踊らせてくださいとか、そういったものを直接ビデオテープ送っちゃって反応を待つとか、そういうのをしつこくやるとか。テレビ局で働いてて、当時は今と違って今は簡単に携帯とか動画撮ったりして、それを簡単に編集したりアップしたりして見せれるって時代だったんですけども、当時はそのテレビ局ですらまだテープからテープへっていう編集をしてる時代の中で、グラフィックスとかがちょっと走りでテレビ局の中で編集部であったので、それを勝手に自分で使わせてもらって、勉強させてもらって、達郎さんを呼び出して夜中の12時ぐらいに勝手にテレビ局に入って2人で一緒にグリーンバックの動画とかを撮って、それを達郎さんのプロモーション動画のために使って、それは達郎さんにとっては自分のプロモーションとして使えて、僕は僕にとってそのグラフィックスの勉強をするっていうのに使うって形で、お互いにやりたいことがあって、お互いがこう助かり合える環境にあったので、そういった形で達夫さんのプロモーション動画とかを積極的に作ってたのは覚えてますね。ハリウッド通りに俳優さんが寄る本屋があるんですけど、そこでこうキャスティングディレクターの住所が書かれているので、キャスティングディレクターの住所を調べて、そこにポストカードをたくさん送ったり、そういうことをやりましたね。2000年代前半のアメリカ、まあアメリカに限らないんだけど、アメリカの時代っていうのは今と本当に時代が違うから、人にプロモーションするっていうのが、今だと例えば自宅で撮った動画が面白ければ、うまくいけば何百万人っていう簡単に人に見せれる時代だったのに対して、当時っていうのは本当にアナログで手渡しっていう時代だから、ビデオテープなんかで当時は DVD すらまだない時代だったから、例えばプロモーションで動画を作りましたっていうと、ビデオテープを1個作ってそれを全部ダビングしてそれを1個ずつ送って、それで初めて人に見てもらえるっていう。だからプロデューサーとかそういう要は業界関係のプロモーション以外でも、一般の人に知ってもらうっていうのも、そういった直接手渡しで動画を渡すとか、直接自分が踊ってるところを見てもらわなきゃいけないっていう形で、今と全然違くて、例えばどんなにすごいスキルを持ってても、それが本当に直接見てもらわない限りは人に知ってもらえない。達郎さんなんかがやっぱ一番苦労してたなって思うのは、あの人はやっぱりアメリカ人、特にアメリカ人なんか人を盛り上げるっていうような才能もあったし、英語もちゃんとできて、ダンスもやっぱり一級品で、10年以上のキャリアがちゃんとダンサーとしても見れるものを持ってるのに、それを告知する手段がない、人に知ってもらう手段がないっていう。で結局それにできることが手渡しとかそういう形でしかないっていう。だから今にして思うと、時代が少し違えば達郎さんのチャンスもまた随分違ったんじゃないのかなっていうのがちょっとあるかなっていうのは、それ以外の時間帯は英語の勉強するか、あとは学校行ってた時にはジムに行ってたので、キャンパス内のジムに行って体鍛えたりして練習して、あとはもう本当に宣伝ばっかりだったですね。チラシ作りに行ったり人にお友達に相談しに行ったりそういう時間の使い方してましたね。週末に関してはサンタモニカのサードストリートプロメナードという通りがあるんですけど、歩行者天国があるんですけど、あそこでストリートパフォーマンスをやって、自分の前にバケツを置いてお金もらいながら踊ったりっていうのを、2時間ぐらいやるっていうのを週末の習慣にしてましたね。あとはハリウッドのワックスミュージアムっていうろう人形館があるので、そこでパントマイム師としてアルバイトをして、でそこでいろんな観光客と会って握手するとか、そういうのをやってました。サンタモニカサードストリートプロメナードに関しては、正直コネというか、お友達があそこでパフォーマーがいるのでやれるよって聞いたので、一回サンタモニカの市役所に行ってパフォーマーやりたいんですって言ったら、許可書が必要ですと言われて、でいくらだったかな、50ドルとか100ドルだったのかな、それぐらい払ったら許可書がもらえたので、許可書をもとに2時間踊れますとか、そういうものがあって、申請後に普通に踊ってたのを覚えてます。ストリートパフォーマンスをしている達郎さんもやっぱりこうパーラっていうか、シアターバーツ時代からよく劇に呼ばれたりとか、あとはどこどこでパフォーマンスしてるから見に来てとか。僕の場合見に来てという撮りに来てみたいな当時はビデオカメラがあったので、達郎さんのパフォーマンスを動画で撮って、それをまたプロモーション用に組み込むみたいなことをしたりあるんですけど、だからサンセットブルーバードとかワックスミュージアムとかで踊ってる達郎さんを撮ったりしたりとかもしてましたね。はい、かの有名なワックスミュージアムって言って、有名人の方がろう人形として置かれている有名な場所です。で、私の大先輩の達郎さんがこちらの方でダンスをパフォーマンスをしていたという情報を聞きました。ぜひ私もいつか何かしらの形で入れたらと思います。ワックスミュージアムに関しては、これはコネで自分がロングビーチのハーフタイムショーをやった時にアナハイムブルフロックスっていうローラーホッケーゲームのオーナーが来ていて、彼に気に入ってもらえて、で彼に今後どうするのっていう話を聞かれた時にハリウッドでちょっと活躍したいですみたいなことを言ったら、まずはハリウッドのワックスミュージアムでそうパフォーマンスとかっていう仕事とかやってみたらっていうのが言われて、で紹介を受けて、でコンタクトしたら OK っていう感じでパッと前虫やってたって感じです。ワックスミュージアムではなんか達夫さんってやっぱり激しく踊ってるイメージがあるんだけど、ワックスミュージアムはこうなんかこう日本の人形さんみたいにずっとこうやって待ってて、パッと前に来たらピーってピピって動いてまたお金もらうみたいな、なんかちょっと普段と違うちょっとコミカルな達夫さんがいたのはちょっと面白かったなっていう。とにかくオーディションには行ってはいたんですが、どんどん落ちて、とりあえずテレビに出ることがなかなか難しかったので、その時にはうわー大変だっていうことがあって、帰ろうかなって思っちゃったこともありますし、でも最終的にやっぱりこう行けるとこまで行かないとっていうのがありましたよね。ですからでもやってもやってもうまくいかなくて、逆にお金がなくなっちゃったとかそれでは苦しかった時ありますよね。苦しかったのでバイトをたくさんしたとかそういった時はありましたよね。アメリカで生活していく、ただただ生活していくっていうのを日本にいるとわからないんだけど、それだけでやっぱいろいろな障害がやっぱりあって、例えば学生だったら、要はビザがまず必要になってくる。ただ単に向こうに行きたいから行く、向こうに住みたいから住むっていうそういう単純な話じゃなくて、やっぱりその学生だったらやっぱりアメリカとしては学生ビザで生きなきゃいけない、仕事するっていう意味でも例えば学生ビザから就労ビザに変えたりとか、例えば学生なんかでも学生の間もしくは卒業した後とかでプラクティカルトレーニングっていうんですけど、プラクティカルトレーニングみたいな形で期間限定でこの1年間だけ仕事ができますみたいな形で、要するにその気持ちがあるんでも同時に結構かなり近い将来でデッドラインっていうのが常に迫ってるっていう。達夫さんがシアター・オブ・アーツに行った時にはああいう専門学校は本来の学生と違って2年間もらえる。それは習ってる学科がすでに専門職だから、その2年間学生の間に仕事をしてもいいっていう特別なプラクティカルトレーニングがある。その中で達夫さんはシアター・オブ・アーツで学校に行きながら仕事もしてたんですけど、その2年っていうふうに逆に区切られてることで達夫さんにもちょっと焦りとかはあったんじゃないかなとは思うんですよね。それが過ぎてしまうと学生に戻るか、もしくは働くか何かする、さまざまな形でとにかく理由をつけないとアメリカにいられないっていう、理由がなくただがむしゃらにやればいいっていう風な期間がシアター・オブ・アーツの時代だけだったので、いろいろ劇とかやってたんだけど、やっぱり少しあの時は焦りとかもあったんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。その辺は日本ではちょっと血が分かりにくい子なんですけど、ぶっちゃけた話多分シアター・オブ・アーツをただに出た後の最後の2000年からのあれは多分いわゆる不法就労みたいな形で働いてたんだと思うから、そういった意味での目に見えないプレッシャーっていうのが確実にあったと思う。まあ逆に吹っ切れてしまうっていうのもあるんだけど、なんかそういうところのまだ吹っ切れなくてもいい、でももうすぐ吹っ切れなきゃいけないみたいな、そういう境にいたのがシアター・オブ・アーツの時代の達夫さんじゃないかな。アメリカの苦労話、一回銃向けられたこともありましたしねやっぱり命に関わる国なんだなっていうのは正直ありましたね。1週間に1回ぐらいは銃声したかな。まに2、3発連続で銃声したこともあるからな。一体何が起こってるんだろうっていう感じのやつだ。シアターオーバーズに行ってる頃ってコリアタウンっていうところに住んでいて、コリアタウンって治安が悪くて基本的にで、そこのアパートに住んでたんですけど、やっぱりちょっと嫌だなと思ったのが、夜の時間になると犯人を探しているヘリコプターとかがガーッと来て、うちのアパートとかも照らされるんですよね、結構ね。それであのポリスが今度は誰を追いかけてるのかな、うちのアパートに来たんじゃないかなみたいな、そういうのがあって、やっぱそういう中でいたので危ないなっていうのがありましたね。アメリカ時代でなぜか、達郎さんやせいさんと同じように僕もあんまり治安の良くないところに住んでたので、こう夜中になると時折こうヘリコプターがバーって飛んできてサーチライトが当たったりっていうのはよく結構頻繁にありましたね。車車上荒らしにあったりとか、本当に今すぐそこに犯人がいるみたいなことはありましたし、拳銃突きつけられたこともありますし、そういった意味ではアメリカっていうのはいろんな意味で生きてる快感ができる国だなとは思いました。で、一番怖かったのはそうやね、家から30メートルぐらいかな、家の前の道のちょっと向こうの方で銃声して悲鳴聞こえて、何かなと思ってちょっとじーっと息を潜めてたら、いきなり家の前のすべてバン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 、開けてくれ助けてくれ開けてくれ助けてくれ、もう絶対何もせんでじーっとしてたら、走り去っていったというのが一番怖かったというか、一番もう危なかったというか。せいさん家に遊びに行った時に、なんか道路に血痕がついてて、何あれ血痕って聞いたら、いやなんかこの間人が撃たれたなんて話が結構なんか最終的には当たり前のように取ってましたね。シアターオーバーツ時代に達郎さんが特に力を入れてたのがジャッキー・チェーンとオースティン・パワーズの、舞台だったんですよね。多分舞台として達郎さんがほとんど主役みたいな形でやって、自分が一番花形になってるっていうので、とにかくこう。どれくらいだったか覚えてないんですけど、半年ぐらいは最低でもやってたんじゃないかな。準備して合宿バレやってなんていうことをやってて、でそのショー自体は僕もせいさんともう一人の元ルームメイトの人と見に行って面白かったんですけども、達郎さん的には多分あの時ちょっとシアターオブアーツのプロモーションっていうことで、自分のプロモーションよりもショーのプロモーションを優先させすぎちゃって。貴重な時間を少しそれに使ってしまったっていう感じがちょっと達郎さんから出てた感じはありましたね。Right? Yeah, I'm sorry. I just got to ask you what is going on over here. Stand up. You auditioned for the talent thing. Yeah, I came to the talent show today. Oh, okay. And the bands are from where? Where is that from? Like Michael. No. 記念ライブリーウェンショー。あと黒人の司会がやってるテレビ番組トークショーに出たことがあって、それはキーネン・アイボリー・ウェイアンズショーというショーで、それはもう黒人の観客が非常に多い番組で、これもハリウッドなんですけど、そこでタレントショーに出演することができて、でそこでパフォーマンスした時に僕はロングビーチ大学代表ですって言えたので、それでまたロングビーチ大学の人たちが「よくやった！よく宣伝してくれた！」みたいなことを言ってましたけどね。としてはケーブルネットワークだったと思うんですよね。ケーブルネットワークのエクストリームゴングショーに出て、まあタレントショーみたいな感じで、あそこで結果準優勝できたので、まあそれが一つのきっかけになったかなと思いますね。で、結果的に全米ネットのテレビ番組まで出なきゃいけないって言った時に、たまたまその司会者が全米ネットのゲストになったので、その時のパフォーマーとして初めてこう全米ネットでパフォーマンスすることができたっていうことですね。それがドニー&マリー賞っていう賞で、もうアメリカでも知らない人はいないっていうぐらい有名なドニーとマリーのショー、昼間のトークショーで、まあ、そこに、まあ、日本人が入り込めたっていうのは多分初なんじゃないかなと思いますけど。If you think Jackie Chan is the fastest guy from the East, wait until you see my steps. Everybody ready? Yeah! It's over! There's such anger! Anger! Why'd you gong Tatsuro? The walk. Oh, I'm sorry. I'm sorry. How about a nice round of applause for Tatsuro? ドニー&マリー賞はなんていうんですかね、結構もう白人中心のテレビ番組で、アジア人も一人もいないんじゃないかなっていうような番組だったんですけど、僕が出ても嫌われちゃうっていう設定があって、ダンスしてもやめろっていうことになってて、で逆に、まあ、悔しかったんですけども、そういうような設定であればもう一番目立っちゃった方がいいかなと思って、逆に目立ってやるぞと思って思いっきりやって、司会者のドニーにこうゴングされちゃう役なんですけど、終わった後に逆にみんなが「We love you」とか「I like it」なんていう、好きだよって言ってる人が観客の中でいたので、あれは日本じゃないんじゃないかなみたいな、アメリカだからこそこう観客と司会者のこう意見が違うみたいな、そういうなんか面白いことがありましたけど、エクストリームゴングショーに至る道筋、あれは正直ロングビーチ大学にいた時に、まあ、いろんなパーティーとかで活躍していた時に、その一人がエクストリームゴングショーの関係者を知ってるっていうことで、こういうものがあるんだけど出てみないかって言われて、それで電話したんですよね。結果的に僕は直接行ってるっていうよりかは関係者通してるので、すごくスムーズにテレビに出れたっていう感じでしたね。やりたいって言ってたことをちゃんとやってる、ぶれない、で前に進んでる。特にその前の時がひたすらチラシを挟んでるっていう話だったから、もうやっぱ無駄じゃなかったんやと、ちゃんと前に進んでたんやと。しばらくして達郎さんとまた会っていろいろやってる時に、知らない間に今度はテレビに出てるんですよねその辺、あれこの間までなんかこっちでショーやったりチラシ配りしなかったっけって言った時に、あ、この間ちょっといろいろ縁があってテレビ出たんだ見てみたいな感じで見せられて、やっぱり当時はまだ学生だったので、自分の知らないところでどんどん自分で道を切り開いて、次のステップに行ってるっていうのがすごかったかな。最初はロングビーチでダンス、それで舞台やってハリウッドに入って、で次気が付いたらもうテレビに出てるみたいな感じで、なんか常に自分の一歩前二歩前を先に行ってる。それもなんか本当にないやぶの中を一人で道切り開いてるってあたりが、やっぱ達郎さんのそのパワーっていうのがすごいなって常々あの時も感じましたね。はドニー&マリー賞が終わった後なんですけど、ちょっとしばらく空いて、ジェニー・ジョーンズ賞っていうシカゴのテレビ番組から呼ばれることになるんですよね。ジャッキー・チェンとクリス・タッカーの映画が流行っていて、そのモノマネが欲しいというような状況の中で呼ばれまして、クリス・タッカーモノマネ師のエンターテイナーがテキサスから来て、彼と合流して、でその番組の中でちょっとコメディ的な動きをやったり、トークショーにゲスト出演させてもらったっていうのがありましたね。で結局そのジェニー・ジョーンズ賞っていうのはもう本当にアメリカ中の人たちが見てるトークショーで、全米トークショーなので、それはすごいヒットになりまして、そのビデオとかをハワード・スターン賞っていうニューヨークのテレビ番組に送ったところ、連絡が来て、ではニューヨークでハワード・スターンと1対1のトークショーやろうというような話になりましたね。テレビには、いろいろ出てるんですよね。ケーブルネットでいろいろ出てて、あとスパニッシュ系の、スペイン語系のテレビ番組で、クアント・クエスタエルショーっていう番組に出ていて、全てがスペイン語なので、僕は何を言ってるかさっぱりわからないんですけど、とりあえず踊ることができて、南カリフォルニアの、メキシコ人たちが見る番組に出れたので、そういう人たちにも知ってもらえるきっかけになったかなと思いますね。How's it going? Fantastic. Good. What's your name? I'm Tatsuro. And Tatsuro? Tatsuro. Tatsuro. Yeah, like Ichiro. Tatsuro. How and what brings you down here today? Oh, I'm a Jackie Chan impersonator. I'm going to show you how quick I move. Can I get a little demonstration? Some moves real quick? Yeah. まずハワード・スターン賞っていうのはどういう番組かっていうのをしっかり僕が認識して、彼のテンポと合うような自分の、感じでテンポで話して、視聴率を上げることを目的にしてたので、とにかくインパクトを残したいっていうところですよね。ですからあんまり真面目になりすぎたりしないで、思い切って自分の表現をやったり、ちょっと自分のキャラを変えてみたり、そういうのはいろいろやってみて、で俺ジャッキー・チェンより速えよとかいろいろ言ったり、ちょっと文句言われるようなことをたくさん言ったりして、もう盛り上げてやろうっていう感じでしたね。ハワード・スター賞でやったのは第1回目2回出演したんですけど、1回目はジャッキー・チェンのモノマネ師ってことで出たので、ジャッキー・チェンのモノマネをやったということですね。でもその中で結局テレビ的にこの人マイケル・ジャクソンのモノマネしても有名ですよということを言ってくれたので、そういうパフォーマンスをするチャンスがありました。This guy danced like Michael Jackson too. Let me see. Michael Jackson? Yeah. Sure. Music? You don't have any? You don't need music. Just dance. How about for it? You come to yourself. Yeah. He's good. He's great. I gotta admit, he's talented. He's a Japanese Johnny Mudmud man. Very nice. That's great. Okay. It's the same as his Jackie Chan. Hey, Ted. Yeah. Let me see a few more moves before you go. Yeah. I'm faster than Jackie Chan. I will kick your ass, Howard, next time once again. Hey, can you moonwalk down the hall? Sure, sure. Okay. That's great. All right. All right, sir. Thanks for coming. All right, no problem. All right. Thanks. Wow. ハワード・スター賞に出演して2001年に出演して、その後にもう一回2002年にも出演するんですけど、でその頃からもうテレビのこうオファーとかも結構なくて、で自分の中で、まあどうしようかなって考えてた時期がありましたね。もともと僕アメリカ行ったのは4ヶ月の留学が目的だったので、それがまあ9年になったっていうのはすごい長い冒険になったんですけど、で自分の中でまあ9年10年っていうところで一回区切って終わりにしようかっていうのは迷ったんですけど、自分の中ですごいやりきった感が結構あって、これ初めはどこに行ったらいいのか分かんないなから始まって、最終的にテレビ出るようになっちゃったなっていうのがあって、でまあ一つの区切りかと思って、まあ他の人がやったことがないことができたので、そろそろ帰るかって感じで帰りました。いや複雑な気持ちでしたよ。それはもう長年向こうにいたし、もうこのままアメリカに住むだろうなってもう自分でも思ってたぐらいなので、どうしようかなっていうのがあったんですけど、ただ自分の中で20代の時代をこういうような生き方ができたっていうのが一つのストーリーができて、これが一つのストーリーが出来上がったんですよね。で一つのストーリーだけで自分は終わらせちゃいけないのかなと思って、でまた日本に帰れば自分のまた違うストーリーが生まれるかもしれないと思ったので、まあそれでじゃあ次に一回日本に帰ろうっていう感じで帰ったんですけど、やりきった感結構ありましたよね。やったよなっていう、結構すごい冒険だったなっていうのはありましたね。ちょうど達郎さんが帰る帰らないっていうので苦労してた時に、僕も同じようにっていうのは、僕は僕でハリウッドのテレビの方からエンターテインメントの世界に働き出したところで、だんだんちょっと疎遠になってた時期でもあって、気が付いたら達郎さんと急に連絡が取れなくなったんですよね。最後だからどういう感じで、そもそも達郎さんの最後っていうのをその時知らなくって、で僕も2006年に、まあ、一通り自分の中でやりたいことをやったって思って、まあ、僕の中での決断をして帰ってきたんですよね。で、まあ、日本に帰ってきてしばらく聖さんと2人で会社立ち上げた時に、達郎さんどうしてんだろうね、この中で達郎さんに会いたいね、達郎さん出てもらいたいねなんて話をしてたんですけど、当時はもうアメリカにいるのか日本に帰ってきてるのか何をしてるのかももうわからない、ホームページもない、もう達郎さんっていう存在の痕跡自体がもうどこにもなくなってたっていう感じでしたね、あの時は。アメリカ生活はとてもワクワクする冒険だったなっていうのが一つあって、あと自分でイメージして夢を持てばいろんなことが可能になってくるんだなっていう挑戦の時期でした。そうだね、暴走列車みたいな感じで、もう目的地これって決めたら、まあ、ちょっとぐらいレールが欠けてようが、もうそこに誰か何か落ちてようが、もう突き進んでいくっていう感じの人だったね。僕にとっての達郎さんはやっぱり常に前へ前へ突き進んでいく、そういう力強い人でしたね。でやっぱ達郎さんが僕の人生に与えた影響も大きくて、やっぱりその何事もポジティブに考えてプロセスを必ず一つ見つけて、そこについて突き進んでいくっていう生き方そのものは達郎さんの影響がすごく出てますので、僕自身がアメリカのハリウッドで映画業界で働けるようになったきっかけっていうのも達郎さんの影響が大きかったと思いますので、やっぱりそういった意味でも達郎さんっていうのは僕にとってはちょっと貴重な大切な出会いだったなっていう、やっぱりああいうなんていうのかな、エネルギーに満ち溢れてる、僕が知ってる達郎さんはやっぱ常に前に前にっていうのはやっぱりすごいかっこいい人でしたね。まず自分の性格もだいぶ変わりましたし、結構大きな気分になれて楽しい人生ができる人になれたし、まあ、ちょっとや外の壁があっても全然負けないなっていう気持ちにもなれたのが大きかったんですよね。あとやっぱり未知への挑戦っていうのが一番面白かったですよね。もうやりたいことあったら突き進すめと。やりたいことないんやったらまあ探すのは知らないとして、もうあってそこ行きたい、それが欲しいんやったらもうあんな風に走るしかないんかなとは思う。達夫さんのそのパッションにあふれたやり方、もうとりあえず何か見つけたら自分から突き進まなければいけないんだっていう考え方はすごく影響を受けて、同じように僕も映像関係の授業を取っている時なんかにそのテレビ局のフィールドトリップ行ったらもう次の日にはトントントンってドアを叩いてちょっとインターンで使ってくださいみたいな感じで、次の日も飛び込みで行ってでテレビ局で働いたりとかしたんですけど、そういうことをやらなきゃいけないっていう気持ちのきっかけを作ったのは間違いなく達夫さんだったかなと思いますね。やっぱり、いろんな失敗からも学べばそれがまあ成功だと思えば、いろんなことが学べたっていうことが成功に思えれば成功ストーリーになるんじゃないかなと思います。やりたいことがある、手に入れたいものがある、そういう時に全力で突っ走る、そういう生き方を見せてくれたのが達夫さんでした。何事も限界まで挑戦し続ければ、たとえ結果がどういう状態であれ将来的には自分のストーリーになるんだなと思います。自分としても20代は挑戦の人生でした。新しい壁に、最初の壁は英語でしたけど、いろんな壁に当たってはそれに挑戦して技術を身につけて積極的にいろんなことにトライして、最終的にはハリウッドの映画会社で働いていくつかの映画に参加したり自分での映画作ったりとかいろいろやって結果は出せたと思います。達夫さんは当時もかっこよかったけども、あの生き方今もずっと貫いてて、今もやっぱりずっとかっこいい人であり続けてるね。なんだろう、すごく自分が好きなことがあってやりたいと思うんだったらそれはもちろんトライした方がいいし、やっぱり未知への挑戦っていうのは面白いので一回やった方がいいと思うんですよ。でそれからあとは覚悟を持つことですね。負ける覚悟を持っていくっていうのが意外といいよっていうのは伝えたいなと思いますよね。あとはやっぱり人生一度だからワクワクする冒険は一度はやらないと、おじいさんになった時にストーリーがないと面白くないんじゃないかなっていうのはありますけどね。自分に言い訳してほしくないです。やっぱりいろいろやっていく中でお金がない、時間がない、コネがない、才能がない、みんないろんなことを思いついて言い訳するんですけども、じゃあ一体その言い訳って一体誰にしてるのかっていうことなんですよね。結局そういう言い訳って結局自分が頑張ろうとしてる時にそれをやめる自分に対する言い訳になってるんじゃないかなと思います。だから全力にこれをやろうって決めた時に絶対に言い訳はしないでほしいです。それは結局自分のやめる言い訳になってしまうからです。やっぱりその言い訳が結局将来やめた後にその言い訳が後悔になってしまうので、やっぱり後悔はしてほしくないので、まず自分に言い訳しないでやるって決めたら突っ走ってほしいです。何事もこれをやるって決めたりこれを得たい、それが地位でもお金でも技術でも何でもそうなんですけども、何か得ようと思ったらやっぱり努力が必要で、それに伴う苦労もすごい多いんですけども、その苦労を跳ねのける、苦労を力に変えるパワーが20代にもあると思うんですよね。達夫さんみたいにきっとみんな20代の頃、20代に限っちゃあれなんですけども、若い頃はみんな達夫さんになれるパワーがあると思ってるんですよ。それを自分に気づかないだけだと思うので、是非達夫さんみたいにギリギリまで挑戦して、そして言い訳をしない、突っ走る、何事も全部自分で決める、思いつきるまでやる、そういうパワーを持って達夫さんを見習って新しいことに挑戦してほしいと思います。これから夢を目指している皆さんに僕からのアドバイスとして3つあります。1つはまず未知への挑戦に対して勇気を持って行動を起こすということ、あとそれなりに覚悟を持って、負ける覚悟を持ってやってみるっていうことも、それが2つ目だと思います。あとは3つ目はこれ誰かがやるんじゃないかっていうことに対して、その誰かが自分であるってこと、自分がやってみるってこと、これがこの3つがすごく大切に思います。自分がやっぱり満足することが非常に大切だと思うんで、とりあえず好きなことがあったら一回とことんやりきった方がいいと思います。やりきりました。はい。たっちゃんのお母様、お元気でいらっしゃいますか？私たちは元気に快適なロスの夏を過ごしています。たっちゃんの努力とパワーは本当にすごく、頭が下がる思いです。今までの他の男の人とは違い、体中から輝きを放っています。それになよっとしたところがなく、男らしいです。メキシコで盗難に遭った時、私は怖くて悲しくて泣いてしまいました。そんな時、冷静に一つずつ問題を処理していき、なおかつ私を守りながら、励ましながら、優しさを失わないでいるたっちゃんの姿を見た時、感動しました。とても頼りになる人です。たっちゃんに出会えたことで、私の人生がとても楽しくなりました。夢を持ち続けることの大切さを24歳になった現在、たっちゃんから教わった気がします。平平凡凡だった私の人生は、今が青春真っ只中です。一緒に同封しているのは、たっちゃんが先日日経新聞日刊3に掲載されたものです。日刊3の人がたっちゃんのことを噂で聞き、たっちゃんはロスの日本人の中ではとても有名になっているんです。ぜひともたっちゃんを取材したくなったそうです。取材の人は休みの日にわざわざサンタモニカへも取材に訪れ、人垣の中で踊っているたっちゃんを見て圧倒されたようでした。掲載されている内容も要点をついて上手にまとめられていると思い、だんだん大きくなってきているたっちゃんの様子を、たっちゃんのお父様とお母様にもお伝えしたくなり、こうしてお手紙を書いています。本当に7月26日が私たちは待ち遠しくて仕方がありません。今回日刊3に掲載されただけでも読者から反応があり、仕事が舞い込んできている様子、それが全米ネットのテレビ番組になると、想像しただけでも顔が微笑んでしまいます。たっちゃんは今もう一つ大きな仕事を抱えています。学校でコメディの発表会が8月9月の毎週末にあり、その演技の練習にも今励んでいます。多くのキャスティングディレクターも招待するそうで、学校側としてはローカルテレビ番組の放送まで持っていきたいようで、稽古に力が入っています。その中でもたっちゃんは準主役を演じます。私もぜひたっちゃんの舞台を見に行こうと思っています。コンピューターを使いながら、仕事に情報収集に遊びにとフル活用しているたっちゃんです。私はもっぱら友達とのメール交換に PC を使っています。今まで使っていた銀河をやめて、新しいサーバー会社にしました。アメリカ人に覚えてもらいやすいアドレスにたっちゃんはしたようですね。毎日ホームページを一人でも多くの人に見てもらえるようにと、 LA の街中で PR 活動をたっちゃんはしています。私はそんなたっちゃんを見守ってあげることしかできないけれど、私の作ったあまり美味しくない料理でもおかわりして食べてくれるたっちゃんが私の心の支えです。でも早く美味しい料理を作れるようにならなくちゃ。私は今夏休みです。夏が明けたらカレッジに行く予定でしたが、今しているバイトが忙しくなるので1学期分遅らせようと思っています。経理とウェイトレスをしていて、カレッジでは会計学を勉強したいので、今のうちにキャリアを積んでおきたいのです。私もたっちゃんも早く目標が叶うといいなと切実に思う今日この頃です。それではまたお便りします。お父様によろしくお伝えください。ジュピタ君にもよろしく。リエコより。